今回は、地ならし以外にエレンがパラディ島を救う方法があったか考える、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。エレンが地ならしせずにパラディ島を救うルートってある？それこそ調査兵団たちの小規模地ならしによる抑止力じゃね？壁外人類地ならし怖すぎだろ、一刻も早くエルディア人滅ぼさないと。軍事施設を破壊して財政破綻させるのが目的だからすぐには攻められない。いっそ島に王を退却させないとか。地ならしにしたってあと10年もすれば飛行機でからだろうからな。エルディア脅威論をなんとか封殺して、マーレに完全にヘイトを向けて、島の資源をネタに貿易外交をできる政治センスがある奴がおればエレンたちの代くらいは大丈夫じゃね？多分。きっと、メイビー。それできる人いたんですよ、エルビンって言うんですけど。やっぱり生き返るべきだったのは僕じゃなかった。お前がいなくなるのもいなくなるで済むんだけどな。とりあえず一回父潰してその後少しでも技術を発展させようとする動きを見せるたびに潰し続ければ最低100年くらいならいけそう。資源狙いで来る清美さんたちもいたから一回部分地ならしした後うまいこと立ち回ればなんとかなりそうな、お一番そういうのが得意そうなエルビン団長。核兵器的な使い方をすればかなり抑止力になる、軍事行動を起こすたびに差し向けて釘打っとけば世論をエルディアに目をつけられる、余計なことするなという方向に動かせる可能性がある。で、化石の王が平和思想を持ってて引きこもった話をした後に現状で巨人兵器を使ってる唯一の国にヘイトが向かないのがおかしいんよ。実際マーレのヘイトも相当溜まってたよ。で、ビリーのカミングアウトであれ？じゃあエルディア脅威論って何だったの？って疑問視した奴もいたけど、ビリーが雰囲気と勢いでごまかしてる間にエレンたちがぶちかましたから、皆さんそんなの頭から消えた。ほんで同情ムードの間にパラディ島の悪魔を打ち倒してマーレが世界の英雄になる筋書き。真面目にエルビン団長死んだのが分岐点すぎる。使えば世界滅ぼせる核兵器みたいなもんだと思えば意外と共存できる気もするけど、頭マーレどもがヘイト高めてるからそれさえどうにかできれば。とりあえずマーレを悪の数軸にしてぶっ潰しとけばなんとかなる。小規模に地ならして抑止しながらヒーズルの力を借りて近代化していくしかない。後外交力がいるキクシス司令みたいな人がいないと無理交渉が成り立たなくなる。これに加えて内ゲバも不正で壁内世界の秩序を保つこと。エルビン団長が死んだのがきつすぎる。あの人政治面でも貴族何度も失墜させてたし、クソ有能なのに。エルビンもそうだけど、キクシスみたいな老練な人にしか外交は無理だろ。島に引きこもってた100年間もあれば大体恨みとかは風化するんだけどね。どこぞの大国が非人道兵器として使うからね。ダイバー家の演説がある時点で世界 VS パラディ島になるのは避けられないから、演説自体を中止に追い込むか、先手で何かしらの声明を出してヘイトをずらさないと国力の差ですり潰される。マーレを潰した後マーレの被害国に領土をタダで返還、それらを条件に協定や平和会議とか開けばだな。いきなり壁外にマーレを叩き潰せるような力見せたらその後に禍根を残さないか。パラディ島単独じゃなくて周辺国と一緒に共同前線を張った上で叩ければいいんだけど、外交パイプがないから辛いよな。うん、例えば今アメリカをいきなり吹き飛ばして滅ぼしても反米勢力がこっちにつくわけじゃないもんね。マーレにヘイトが溜まってる国があると同時に親マーレ諸国もあるだろうし。その禍根を残さないための平和会議だな。こっちの史実には非人道的兵器の使用を禁ずるものがある、巨人をそこに加えればいい。無論そうなると軍事力低下につながるが、最大の情報を示した代わりに欲しいものもぎ取る外交をすればあの世界は平和だったかな。ビリーとマガトがマーレの腐敗を正そうとしてること忘れてね。彼らは腐敗を正す立場だし、人種差別してるわけじゃないけど、あくまでマーレ側であって反エルディアには変わりない。もちろん交渉の余地はあるでしょうよ。パラディ島というかエルディア人救うためにはエレンが死ぬしかないとかいうかすしそいるので、パラディ救うルートなら多分他にも犠牲少なく解決する手はありそうだけど、巨人の力をなくすまで入れると本編しかなさそう。それはそう。それはもう根本的に問題のレベルが違うもんね。パラディ島に外交的なパイプがほぼ例なのがマジ辛い。ヒーズルが同情的なくらいで外国との話し合いすらできねえ。巨人を使った圧的外交とかどうだ。棍棒で話が全部通るわけじゃないし、最低限度の外交力もパラディにはないから、ヒーズルに仲介頼むしかない。地ならしの抑止力、エルディア人差別の撤廃、マーレの内ゲバとかが必須になりそうだな。ビリー説得できればワンチャン。問題はビリーにとってパラディ島と組むメリットが薄いことよ。なんたってタイバーへの権威が悪のを受けをマーレの英雄と共に打ち倒したってとこに根拠があるんで、本編の真相を明かす演説も完全に捨て身の博打だったからね。
団長生存時なら可能性、工場総部生存時なら可能性、中イェーガー派のみなら無理。エレン、ヒストリアおよびアルミンを失う論外効果な。ビリーに接触して軍の新政権支持に回ってもらえばワンチャン。先延ばしにしたり交渉余地はあるけど、いずれ攻められることに変わりはない。タイバーたちがやってるのって要するに矛先をマーレからエルディアに変えただけだから。ジークと合流しないといけない反面、ジークが勝手に安楽死計画始めるのクソ厄介だな。イェーガー派のやり方は最適解ではないんだろうけど、本編見るにこれ以外の方法もないんだなって再確認したわ。時間がなくて外交力もなさすぎるのと、ヘイトが強すぎるからなんとかなりそうは失敗する。だからエレンが地ならしに踏み切ったわけで。別にアルミンとかなら外交手腕はありそうだけどな。アルミンは戦術家であって戦略家とはまた別な気がす。戦略なら団長ピクシスじゃね。政治、外交は司令と団長、現場での起点はアルミンと団長が得意みたいな印象。外交手腕も外交力も発揮するには、それを発揮できる場につかないといけないんだ。パラディ島勢力は諸外国からのヘイトや巨人への恐怖感で、まずそこにたどり着くのがめちゃくちゃきつい。まずはマーレを潰したら声明を発表するとか、そういう外交アピールは必要かなと。いずれ一番滅ぼさなきゃならないのは正直マーレもそうだけど、ヒーズルかな。ここに上がった解決策の例を見ても、やっぱり先延ばしか同じことの繰り返しになりそうだな。共同でマーレを倒して国家間の仲は良くなっても、19、20世紀の国ならどこも民主化してるだろうから、エルディア差別の民意に押されて結局パラディ島包囲網組まれそう。進撃世界って人権意識めっちゃ低そうだけどな。現実だと一応第一次の頃は奴隷禁止になってるし、二次で神風ジェノサイドもあるが、アルミンは起点が聞きやすい止まりで頭が割と良いってだけの若者に過ぎない。総合的に物事を考え熱くならず、相手を尊重しながら交渉を進められる人しか外交は無理。なんならクシスさんでも無理。先延ばしでも仮に100年先まで維持できたら、いろいろな巨人の力と無関係に争いは起こるし。それはそう。100年先延ばせば状況は多少変わると思う。でも全ての巨人をこの世から駆逐することがエレンの望みだから、わざわざ血生臭いブルーエンドを目指さなくても永久封印のグッドエンドはあると思うんだがな。結局嫌われてるのはユミルの民であって、マーレ潰したってそれはそれとして、あいつらクソ危険人でしかないので。ソース持ってないから真偽不明だけど、平和を求めるならエレンの手段は最善ではないみたいなこと言ってたんだっけ先生。ミカサやアルミンたちはその平和を享受できそうにないんですけどね。部分地ならしでもアルミンたちの世代なら間違いなく平和に過ごせる。特にアルミンとか余命10年ないし、ただエレンの踏み潰したい気持ち、巨人の力からの解放まで満たすなると本編になるわけで。巨人の力がある原理、どうやってもエルディア人差別がなくなる気がしない。現実世界の倫理観でも全然無理。一番平和に行けそうなのは、引きこもった時に9つ全て連れて行って一つにまとめて、王家が不戦の形状態で継承し続ければ、進撃1話時くらいの時が経ってれば、そこまで差別もなさそう。ほぼ巨人の存在さえあるかどうか微妙なラインになってるし。全てのエルディア人を島に連れて行けなかったなら、当該エルディア人はいっそ強制的に自決させるべきだった。まあそれをできない慈悲深さだからこその不戦のちぎりだし、仮に当該エルディア人皆殺しにしたら、9つの巨人は全てパラディ島のものとなってまた世界を支配したんだろうね。エルディア人の巨人化は必ずしも自分の意思じゃないってのが立ち悪い。つまり相手が何言おうが、どんな奴だろうが、それは信用できる根拠にならねえんだわ。実質いつ爆発するかわからないシャベル爆弾みたいなもんだからな。仮に現代にエルディア人がいたとしたら、俺は絶対同じ空間にいたくないわ。神の視点から見たら理屈はあるんだけど、変なおっさんの髄液飲んだらおっさんの叫びに反応して無垢化します。再現性は不明です。原理も不明です。これで都市が壊滅してるから信用したくてもできない。巨人で攻めてなんとか退けても、あいつら壁の中の巨人操って攻めることできんだぞ。で延々脅威論が止まらなくて、戦闘機や核できたら真っ先に狙われそう。元からあったものに加えて、マーレが育て上げたヘイトが重すぎる。パラディに外交力はない。ないと言ったらない。パイプの一本も通ってないから、ピクシスだろうがエルビンだろうが交渉テーブルに着くことすら無理。ヒーズルの仲介も現実的じゃない。親エルディア人権団体でさえパラディ島が諸悪の根源とか言う。ヘイトが重すぎる。2回目ビリーの協力は望めない。あいつが守りたいのはマーレで、マーレがヤバくなったから命がけの大芝居してパラディに矛先そらした奴がパラディのために何をしてくれるというのか。積んでる。
NARUTO のペインみたいなやり方ってどうなんだろう。巨人の力集めて軍需工場破壊してどっかが力つけて調子乗り始めたら巨人の力行使する形で、ただ結局巨人の力を継承した先というか、パラディ島のリーダーが途中で腐りそうだけど、全部を知った上であの方法を取らなきゃいけなかったエレンの気持ちを考えるといたたまれない。そりゃ切れる。まああれもかなり世界で兵と買ってたから、うまいことすりつけることもできなくはなかったよな。多分問題はエルディア帝国は放逐期間が長すぎて、その手の政治的パフォーマンスを行う場からもはぶられてることだな。まあまああれが先に潰されたところで兵と向けられてるのは変わらんから、死ぬ順番が変わるだけになりそうだが、位置決定的にマーレと敵対し、マーレと戦う国々を援助する死の承認方式、雷槍持ちの調査兵団を傭兵として送り込み、エレンとアルミンにライナーと戦ってもらう。二者在外交、資源外交、他国も何が何でも戦争というわけではないだろうから、やり方次第では実際にアズマ人とか義勇軍の人とかエルディアへの偏見がなかったわけだし、三文化交流から始める。芸術の展覧会を各国で行おう。ただ結果として島は義勇軍というテロリストと主戦度のアズマ人と組んだせいで、ジークという地雷を招いた上に外交ルートを狭めてしまった感がある。特にあの時点での清見様は名士だが、一族企業は力を失って島の資源で一発逆転を狙ってる状況だし、外交も正体不明のユミルの民保護団体に期待するくらいには弾がなかったっぽいし、清見様が資源独占を目指さなかったら割と手があったかもしれない。よって、清見様は戦犯。罰としてコニーの筆下ろしをするべき。コニーが何をしたって言うんだ。何が不満なんだ。熟女はきついんよ。ヒストリアにチェンジで列挙されてるから気づいたが、あの怪しげな人権団体を紹介したの清見の策略という可能性あるな。他にまともな外交ルートとかできようものなら、ヒーズルの資源独占が不可能になるわけで、あえてろくでもない団体を紹介してきたんじゃないか。こういうのはマスコミ関連を狙って取材させてやるっていう体で党の代弁者を作って情報発信していくのがベターだったんじゃなかね。鎖国してたパラディ党が交渉開始してきたとなれば、ヒーズル以外にも資源目的で接触してくる国はあっただろうし、そうやってまともな外交ルート増やせれば可能性あった気はする。まあ数十年単位の草の根活動も必要になるから、時代に継承させたくないエレンから否定される案なのだろうけど、クシス、エルディンなしで外交勝利かシビライゼーションでも無理そう。その外交ラインがない唯一ラインになりそうに見えた義勇兵はジークの罠だったし、交渉での解決はスタートラインにも立てずに終わっとる。小規模な地ならしで交渉を強制することは可能だ。現実に核ネタで北が幅を利かせていただろう。それ以前にヒーズルなど外交を進めていたことを全て成功するはずがないと決めつけてるだけかと、そこからいくつも段階をすっ飛ばして割り抹殺、割にエルディアに対する敵対心を植え付ける選択をしたのがエレンだから、ある意味状況を悪化させた上での盛大な先送りでもある。いや、それ小規模地ならしって兵団がやろうとしてたのと同じじゃないか。ガセだったらすまないけど、他の正解はあるにはあるけど、エレンは見つけてないで作者の話だから、本編で普通に出ている案は成功しないはず。ヒーズルは自分の利益優先だから、他とのパイプになるのは小国的だったんだよ。清見様が最後に独白してくれてたでしょ。いやまあ義勇兵の仕込みもエレナがいなくなれば知らない方が大半だからな。どうせ外交もダメなんだし、昔流行ったボン周りで世界滅亡のように超大型巨人で爆発してやったらいいのでは。実質拡張大型の傘に入るしかない。それでも世界が攻めてくるのなら爆発。よし、巨人の力を使って宇宙脱出エンドカシソユミルの良さを伝えて、宗教勝利だ喧嘩を売られたら、気候の土地は地ならしされるのがお似合いだ。国という概念自体がなかったのに、わずか数年で順応したピクシスが凄すぎるんよ。よちよち歩きということを的確に見抜いていたピクシス有能すぎる。メタ的に言うと、方法がないから本編みたいな展開になったわけで、メタで言うなら別の方法はあるけど、エレンは原作の方法しか選ばないから、本編の展開になったエレン以外の人間が思想を持つ以外に他の展開はない。エレンの勝利条件、ヒストリアを生む機会にしないと同期を長生きさせるもあるからな。党だけ良ければいいならまだしも、この勝利条件満たす場合は本編以外にはありえない。ロシアと中国のバックアップなしの北朝鮮みたいなもんだから無理じゃないかな。先に世界へと動いてマーレに兵と向けるとかあるけど、それだとライナーたちが死ぬからエレン的に NG かね。できるルートがないから本編ルート行ったんでしょ。いや、すでに一つヒストリア犠牲になるのいやいやしてるし、絶対何個かエレンの価値観的に嫌だからってルートあるわ。ヒ
ヒストリア犠牲にするにはマーレから巨人薬取ってくる必要がある。マーレから巨人薬奪うにはイェレナたちの協力が必須で、連鎖的にジークが連れてくるしかない。ワインジークコンボで島が支配される最初から無理なルートなんだよ。それは立ち回り次第でしょ。マーレから巨人薬奪うにはイェレナたちの協力が必須という根拠が弱すぎる。マーレは島の資源狙ってて前から進行計画自体は着々と進めてる。島には外交ルートはない。外交のきっかけにしようとした保護団体は島の悪魔が悪いの一点張り。寿命も残り少ない。時間がない。かといって他の同期に継承させて念の縛りで短命にさせるのも嫌。そもそもなんで島側が犠牲にならなきゃいけんのだっていうこの状況での立ち回りを教えてくれ。ラスト校のわがままをまずやめることからではないか。じゃあまああれがまずわがまま言わずに進行作戦やめればいいじゃん。世界も何でもかんでも島の悪魔がってヘイト向けるのやめたらいいじゃん。そもそも島の悪魔があってヘイトを向けるのをやめろと言ってやめさせられる世界観なら地ならしに至らんわけで。っていうか自分たちの生存を願うことをわがままって言ってしまうとか頭もあれかよお前は。どうやって？アルミンですらイェレナが何するかわからないから、エレンはイェレナの味方のふりをしたんだって考えたくらいに、イェレナ案を断る時点でハイリスク。さらに世界が島を攻めてくるのは時間の問題。イェレナたちの協力抜きでどうやって巨人薬を奪うんだ。ヒソユミル矢印さん姉妹の時のようにヒストリアにアルミンの脊椎を生で食わせればいけるよ。まず動けない無垢巨人から骨髄液取り出して囚人に飲ませて巨人化する実験から始めればいいのに。ハンジがな、無垢の脊椎液では無理だよ。エレン型のルートを選択することがないだけで、ルート自体はある道があっても他のルートを試したり見ることはできないから本編になった。だから君らそれよく言うけど、その別のルートを具体的に言ってくれよ。巨人に頼る継承者継続だから、エレン的には真っ先に切り捨てる方法だからな。結局のところ10日世界の全滅以外はなかったのが本編。巨人に変化するさせられる新人類みたいなもので、旧人類からすれば絶対に融和は絶対ありえない。エルディア第二帝国を打ったてて覇権を握るルートか、巨人の力消滅ルートか、地ならしルートしかないとしよう。存在しないよ。アルミンたちの考えてた部分的地ならしもエレンが始祖の力を自由に使えること前提だからね。始祖ユミルが本編ルート以外にエレンの頼みを聞かない、アンドヒストリア犠牲ルートはジークたちが邪魔することを考えたら本編ルート以外は完全に積んでる。俺も本編ルート以外難しいと思うが、ユミルが言うこと聞かないってのは違くね。ユミルは別に結末を知ってた様子ないし、そもそもジーク側に従おうとしたのはたまたまジークの方が先に座標で目覚めて何年もユミルと対話したからのはず。ハンジさんに立体軌道に使うガスを応用してスーパー戦闘機開発してもらうしかない。ついに来るか、津田。地ならし用の超大型巨人を徹底して防衛に使って引きこもるとか。ユミルに空飛ぶ巨人を大量発注。空飛ぶ無垢の巨人を大量に。操作できるならできるで、そいつの気分次第で簡単に世界がめちゃくちゃになるな。空飛ぶ巨人とはアギと獣のファルコの巨人のようなものでないと、飛行船から落ちてくるジークの脊髄液飲んだエルディア系マーレ兵士みたくそうなるだろうね。この手のは倫理が育つまで冷戦するのが一つの答えだと思う。その代わり一世代での解決は到底無理。だから地ならしで壁外を徹底的に消耗させないとわら。ではあったって作者が言ったんだっけ。外交は積み重ねが大事だし、今まで他国との関わりが一切なかった島がいきなりあってもらえるわけもなく、それに巨人の力が残ったままだと継承した同期が長生きできなくなるし、他の方法なんか一切ないな。要は北センチネル島がいきなり外交するようなもんだかからな。北センチネルって今どんな感じなんやろな。変わらずあのまんまなんかな。現在の人類と接触すると、一切免疫のない北センチネル島住民が新型コロナウイルスに大規模感染して社会に大ダメージが発生するのではないかという大真面目な議論があったりするので、下手に接触できないらしい。旧津の巨人が通常兵器で滅ぼされた体にしてマーレに滅んでもらう。エルディアは巨人の力を使わずに植民地になってでも生き延びる。年も経てば核兵器に関心が移るので巨人はだんだん忘れ去られる。エレンが外交系のルート全潰ししちゃうからな。エレン君も未来があれじゃなければ外交ルート頑張った可能性。もともと初代と世界が外交ルート閉ざしてるんですが、それは世界は別に閉ざしてないぞ。島の悪魔があいつら民族浄化したんだってなってるけど、これの候補が多すぎるのが問題なんだよね。マーレはそう教育してるし、ユミルの民保護団体もそう主張してたし、それ以外の国もおおむねそんな感じだろうし、
巨人を戦闘に使わないで、インフラ整備とかに特化させたら他の国にもメリットあるんじゃないかな。始祖の力で無垢の巨人は他の人の言うことを聞くようにするとか、技術が進めば人を食わなければ便利なクレーン車のようなもんなんだから、そこまで脅威には思われないでしょ。巨人が世界に受け入れられるようになれば問題ない。ただの角巨人継承したら年で死が確定するから、継承したがるエルディア人がいるかどうかも考えて差し上げろ。結構いそうな気はするが。ツリー的にはインフラ整備のために寿命都市になるのは受け入れがたいってことじゃないかな。原作マーレパラディ島みたいに軍事力として通常戦力だけではどうにもならないので、巨人に頼らざるを得ないとかなら別だろうけど。インフラ整備のために年で寿命確定する上に最後は楽に死ねずに次の継承者に生きたまま食われないといけないんですが。名誉エルディア人になれるよ。って洗脳しておこう。超大型増やして大陸に壁作りまくって陸路の流通妨害して、その間に大陸の技術に追いつくとかどう？空路はまだまだだし、超大型で正解権取ればなんとかなるか？時間が足らんか。お前はシソユミルちゃんに何の恨みがあるんだ。手っ取り早くアルミン超大型にパラディ島以外の世界を潰せる意の超爆発してもらうのは？まあやりたがらなさそうだけど。シソユミルちゃんがシソユミル作る、そのシソユミルとまたシソユミル作る、これを繰り返して巨人製造ライン作れば確実に早くなるんじゃ。地ならし鬼強し、逆らう奴らこれで全部みなまるしにしていこうぜ。原作でやったぜ。思考実験としてはいいけど、画期的な策を思いつける人材もノウハウもリソースである以上、島の指導者層が思いつかなかった手段や島が持っていない外交ノウハウを前提とした手段は地ならしなしで、壁外人類と戦える軍事力があれば問題なかったと同レベルの空論になる。ジークと逆にエルディア人の生殖能力を100倍にして人工で互角に持ち込めば、生殖で早熟、男同士や女同士でも生殖可能改造にできればなおよし。オーダー仕込まれそう。問題の根幹は人類の巨人への憎悪にあるから、仮に人口や技術水準を島外と同等にしても解決にはならんのよ。そもそもあの島一つで全世界と張り合えるだけの人口や軍事力にするのはいくら時間があっても不可能だからね。じゃあエルディア人の体臭を感度3000倍フェロモンに改造して当該人類の憎悪を取り除くというのはどうだろう。打たされて悪魔の末裔呼ばわり不可避。エロだけじゃなくてグロい展開になりそう。オメガバースの最下層みたいなことになりそう。小規模地ならしの最大の問題はパラディス島内部に綺麗な立場で外部と手を取り合える勢力が存在しなくなることに尽きるんだよな。下手したら小規模地ならしの後も力を残した諸外国がハンジアルミンエレンフロックによる政権を殲滅した後、王政残党を傀儡にする可能性すらある。フランスでいう第二王政的な。本当の王家の血筋ヒストリアすら持ち出す必要はない。暴流とか、ただの旧王政関係者でもいくらでも持ってこられるはず。統制力すべてが実際に小規模とはいえ地ならしを行うような人種で間違いなかったになるからね。人類の1割だけを殺しました。人類殲滅を謳う過激なナショナリストのイェーガー派と違って、僕たちはリベラルで人道的でしょ。話し合おう、こんなこと言い出す人類そっくりの非人類生物がいたら、完全に理解不能な怪物だと思われるよな。熟練外交官ならニコニコと表情は取り繕えても、内心は恐怖と嫌悪でいっぱいになる。はっきり言ってこれでは話し合いは成立しない。もはや対話不可能な ISIS とかアルカイダみたいな武装組織が出てきたからこそ、過去には無差別テロリスト扱いだった PLO パレスチナ解放機構が曲がりなりにもパレスチナ暫定自治政府として国際的に自治権と発言力が認められたみたいな逆説が必要になる。話し合いをするためには話し合いの余地がない悪役が必要という逆説よ。半端に軍事施設だけ壊したら、逆に民衆も軍事費への負担許容するようになって、技術発展したら一気に潰されるわ。各国の港と空港に超大型巨人を常駐させて毎朝準備運動させる。なんか草やけど部分地ならしした後に超大型の恐怖で栄えるディア状態作り出すのはありかもしれん。少しでも反乱の機微が起これば踏み潰しているディア帝国の支配方法だなこれは。部分的に地ならしして長い期間落として平和論って聞こえ廃止完璧そうに見えるけど、ヒストリアとその家族をまたあの家畜ループともぐい地獄に突き落とすんだよな。そりゃ数十億のためなら年ごとの犠牲はしほうないはわかるんだけど、この状況で重要なのはエレンがその家畜政策に納得するかどうかだから、間違いなく失策ループ確定。ヒストリアまではいいとしても、その子供、孫の世代のメンタルが歪みそうなんだよな。
13年での死という自己犠牲を強いられる親や親代わりの年上の兄姉が若くして死ぬため、事実上孤児になる王族としての特権、王族としての自分たちにすり寄ってうまい汁を吸おうとする大人不戦の誓いを置いといても、このコンボでまともなメンタルに育つことができたら奇跡だよな。デイスケやタイバー家が歪んで、ほとんどの当主や家族が好き勝手に贅沢して生きてたのは当然だと思う。そりゃそうなるわ。下手したら、パラデイ島住民絶滅回避のためですらなく、ただ王族個人の贅沢などの無茶な要求、ただの感触一つで全面地ならしが発動する恐怖の時代がやってくるリスクがある。その責任は誰が取るのかという話にはなる。ハンジさんやアルミンが幼少期からしっかり教育して、命を大切にする私利私欲のない献身的な王族を育てるのだろうか。それはそれでドス黒いくらい罪深い行為だよな。マーレの戦死継承みたいな崇高な自己犠牲であり食材なのだと洗脳してみんな心から信じ込んで、しかも自発的希望者ばかりを集めないと、多分みんな心を病むよな。もちろん様々な特権と地位を与え、残された家族の安寧は保障する。タイバー A、レイスケ、エルディア帝国時代の大貴族が、どういう継承をしてたのかは不明だけど、多分似たことをやってたのかな。ヒストリアの犠牲とか言うと簡単そうだが、実はかなりヤバい。しかも成長した希望者を集めるのも無理だし、一番年長で次の継承者が13歳のはず。この子に母親を食わせて、13年後の死を宣告して、自己犠牲の人生を強要して、なおかつまともな人間性を維持させる。無理だわ。王族思想を運用できる時点で記憶操作が可能、始祖役と王族役を別にして運用するなら、王族役は無垢巨人でもいい、無垢なら寿命は半無限、精神負担も微弱、始祖役は条件が緩いので志願制にできる、いけそうな気がしますね。各国の重鎮と個人的な交流もあり、信頼得てるタイバーが一番の取っかかり。あの男と徹底的に交渉して仲介役になってもらう。まずマーレのパラディ島進行を延期してもらって時間稼ぎ、それから今のパラディ島派的対敵ではないと世界に知ってもらう。時間経てばあの世界も現実のように人権意識が発達するかもしれないし、エレンはそれは無理だからと覚悟持って初手タイバー殺害から始めたんだろうけど、やる前から諦めちゃダメよ。タイバーは軍の権力も持ってる。延期くらいならできるよ。ビリー・タイバーはマーレの巨人運用で逆にユミルの民の立場が悪くなってることも理解してるし、過去のタイバーは自分たちさえ良ければって感じだったんだろう。あの宣戦布告はせめてマーレ内のユミルの民の命を守るためにパラディを悪者にしたという方法であって、ユミルの民自体を救おうともしかければいい。マーレには普通にゾロゾロ潜入してたし、密かにタイバーと個人的に話がしたいと伝えることくらいはできるだろう。タイバーの仲介でパラディ代表として国際会議で演説できるくらいまで持っていければ、か細いけれど道はできる。なんやこの脳みそ花畑。全世界に向けてエルディア人は自分で巨人になることができるのは人だけです。他は全てマーレが開発した薬がなければ巨人になることはできません。そしてその巨人を利用し続けたマーレこそが世界の敵です。で、ひたすら訴え続けるしかねえ。実際マーレって邪悪でしかないよね。まずユミルが民だけでも座標に呼んで徹底討論会あったと思う。エレンにとってユミルと繋がることは未来の可能性を見ることじゃなくて、逆に限られた選択肢を選ぶことを強いられる結果にしかならなかった。ベルセルクの王師匠が言ってたけど、運命は輪っかではなく螺旋なのだと、同じ選択肢を選んだように見えても本当は違う道が、結果があったかもしれないのに見えた未来に縛られてしまったのが、何より自由を求めたエレンだったというのが本当、作者人の心は。いや、動機を長生きさせるヒストリアを生む機会にさせないのが最低条件なのにありませんよ。笑